はい、じゃあ始めましょうかね。なんかね、天候がなんかおかしいのか、私の体はいつも2月に花粉症になるのに、花粉症と同じ症状になってきてね。で、鼻水がダラ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 出て、風邪薬の飲んだんですよ。うちの女房も鼻水ダラ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 で、他は何もないんです。いや、風邪薬飲んだんだけど、目が真っ赤になって充血してるから、ああこれはもうアレルギーのあれだなと思って、で去年飲み残しの薬飲んだら、症状が3分の1ぐらいになったから、風邪薬飲んでる時は何も症状変わらないもんで、これおかしいなと思って。熱はないんですけどね、熱とか節々の痛みはないんですけど、だからちょっと自然もね、ちょっと寒暖の乱高下が激しいので、ちょっとおかしくなっちゃってるのかなと思ってね。だけどなんか何十年もね、2月の初めから4月の終わりまでって決まってるのになんでこんななっちゃったのかなと、びっくりしてるんですけどね。だから途中でちょっとね、鼻をかまさせてもらうことが何回かあると思いますけど、それでは始めましょうかね。76ページ、法律の日々の76ページの、皆目章の下、一芸を見て、春を推せよというところね。はい、じゃあ一緒に読みますね。皆目章にのたまわく、我が一門の者のために記す。他人は信ぜざれば逆縁なるべし。一体をなめて大会の潮を知り、一芸を見て春を推せよ。万里を渡ってそうにいらずとも、三か年を得て良然に至らずとも、龍樹のごとく龍宮にいらずとも、無着菩薩のごとく弥勒菩薩に会わずとも、二所三根に合わずとも、一大の勝列はこれを知れるなるべし。我が弟子たちのために記しておこう。他の者は信じないから逆縁となるであろう。一滴の海水をなめただけで、大海の水全体の塩辛い味を知り、一輪の花の咲いたのを見て春が来たことを推察しなさい。これと同じく諸宗の学者のように、万里の波涛を越えて宋に渡らなくても、中国の北賢のように3年の歳月をかけてインドの領受線に行かないまでも、龍樹のように龍宮に行かなくても、無着菩薩のように毎夜弥勒菩薩に会わなくても、法華経の二所三根の枝に連なることがなくても、釈尊一代の仏教の勝列をつまびらかに知っているのである。皆目章というのは、日蓮大聖人様が佐渡に渡って、その本当に過酷な、毎日毎日ですね、食べるものや着るものがない死を覚悟しなければならない、
そういう状況の中でですね、これまでのそこに至るまでの、法華経の行者としてのこの生きてきた自分を振り返ってですね、書かれたところの長いこの文章なんですね。まあ、論文というか理論的にきちっとこう整理してその書かれたその文章なんですけども、その中でですね、この今読んだところをこの大聖人様がこの示されているわけですね。大聖人の時代にもですね、真言宗、全宗、念仏宗、まあ現代に至るまでずっとそうなんですけども、何か中国、このインドから中国、そこから日本というふうにこの仏教が渡ってきたので、その仏教の渡ってきた流れをですね、その逆にたどってですね、それでたどってこの行けば仏教の源にこの到達するんじゃないかというようなその思いというものをこの持っているこの人たちっていうものがですね、非常にこの世の中にたくさんいるということなんですね。南無阿弥陀仏の西方極楽という考え方もですね、西の方というふうに、その西の方角ということは、その仏教のこの源であるところのこのインドということをこの頭に置いてですね、その西の方にその極楽があるんだというふうな、そういうその考え方というものがですね、このあったということなんですね。で、その時の世界観というのはインド、中国、この東南アジアですよね、それから韓国、それから日本、それだけのその世界観だから、インドから向こうの国、それからアメリカ大陸であるとかアフリカであるとか南米であるとかですね、そういうようなところというのはもう全くその世界というものの意識の中にはですね、その入っていなかったと。仏教を中心にした世界観しかそのなかったと。だから仏教におけるところの一番の中心はインドというふうにそのみんなその考えて、その憧れをこの持っていたということなんですね。でそのことに対して大聖人様は全く憧れというものをこの持っていなかったということなんですね。つまりこの真実の教えというものはですね、真実の教えというのは時間ですね、つまり、過去現在未来というこの時間というものにですね、その全く左右されないそのもんなんだと。だから過去にも真実っていうのは過去にも真実だし、現在にも真実だし、未来にも真実だと。過去に真実に古い真実、新しい真実っていうものはそのないんだということなんですね。それから空間、場所ですよね。場所、真実っていうものはインドにあるっていうもんじゃないんだと。どこにだってあるものでなければそれは真実とはこの言わないんだと。あっちの真実は尊いとか、こっちの真実はこの低いとかいうような、そういうその真実っていうものはその
ありえないんだということなんですね。だから時間とか空間というものに束縛されない、時間とか空間というものに限定されない、そういう真実の法というものがこの法華経の南妙法蓮華経の一切の衆生が成仏するところのその法なんだから、だから弟子たちにこのそのことをこの示しておこうと、他のものは信じないから、他のものはみんなそういうものに憧れるということが当たり前にこのなっているから、やっぱりそのインドに、インドを目指して行ったら私たちが今知らないようなこともそのたくさんあるんじゃないかというふうにみんなはその憧れて、みんなはその源っていうものがこの仏法のこの始まりのようにその考えて、そういうものを憧れないというふうに言えばあんたらおかしいわというふうにこの言う人ばっかりでこのあろうから、もうその人たちはもう逆縁反対するそのことでその真実の法というものに縁をする、その逆縁のこの主張としてその考えてもらいたいということなんですね。でこの時間とか空間をこの超越しているところのこの真実っていうものは、例えば一滴の海の水をなめただけで大海の水全体の塩辛い味、あ、海っていうものは塩辛いんだというふうにそのことをこの理解すると、それがまともなんだと、あ、ここの海は塩辛いけれども北海道の海は塩辛くないかもわからないと、みんなそれぞれの海にそれぞれの味があるかもわからないと、海っていうものが全部この世界中地球の中でつながっているということを考えたならば、あ、ここで塩辛いということは他の海へ行っても塩辛いことなんだなというふうに考えなきゃいけないと、つまり時間とか空間とかですね、その100年前の海は塩辛くなかったとかいう問題じゃなくて、あ、これは昔から海っていうものはこの塩辛いものなんだなと、未来も当然塩辛いんだろうなというふうにその考える、場所もみんな海で、海につながっていればみんな塩辛いんだというふうにその考える、それが真実っていうものなんだということなんですね。一輪の花の咲いたのを見て春が来たことを推察しなさいと、毎年頃春になるとね、ニュースでね、気温とか雨が降るとか降らないとかいうこととこの一緒にですね、その桜前線とかいうこの桜の開花予報なんていうのをこの一緒にしますよね。でだん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 この暖かい方から順々にこの桜がこの咲いてきますと、北海道があって本州があって九州があって四国があると、なんか知んないですけどもこんな風に、線がね、なんかこういう風に、ぐにゃぐにゃっとなってその線が、天気も、一直線に表現できませんからね、山があったりで、なんだか知んないですけど房総半島のこの先の方からこの咲いてきますよね、九州なんかよりも先に、この菜の花もそうですけども桜の花もこの咲いて、それから九州順々にこうずっとこうせり上がってこう行くわけですよね。前テレビ見てたらね、ずっと桜を追って、自動車で旅行してる人がいる。
ずっとその人毎日桜見てんだよね。どういう生活してんのかなと、それで生活大丈夫なのかなと思ってるんですけども、まあリタイアして、そういうことしてるんだと思うんですけどもね。そういうふうにこうずっと桜の名所をずっと追っかけて、地球儀で見たら日本はちっぽけな、この本当に、世界の人で日本がどこにあるか知らない人がいっぱいいるっていうんですけども、本当にちっちゃいですけども、住んでる人間はちっちゃいっていう意識がないですからね。ですから狭いようだけども日本っていうのは本当に縦長で広いんだなということがよくわかるんですけども、ずっとこうやってね、で自分のところで桜の花が咲く、ああ春が来たなというふうに感じるですね。と一輪桜の花がこの咲くそうすると、あここだけ春だなっていうふうに考える人はそのいないわけですよね。あ世の中全体がこの春めいてきたな、春を迎えるんだなというふうにこの感じるっていうことなんですね。ここだけが春だっていうふうに考えるっていうこと、つまり時間とか空間とかそういうものに限定されてここだけ花が咲いたんだというふうに考える人はそれは愚かな人なんだと、真実を見ていないということなんですね。これと同じく諸宗の学者のように、今言ったところ最初に言ったところの要するに、学者やこの高名なこの坊さん、世間に名前を売っているその坊さんたちはですね、みんなこのインドの方向に憧れっていうものを持って、できれば行ってみたいというその心を持って、そのインドに行けばもっと自分たちが今見ているところの経典よりも素晴らしいものがあるんじゃないかというふうにその考えて、その憧れを持っていると。万里の波頭を越えて、層に、渡らなくても、インドまで行けなければ中国にその渡っている経典はまだ日本に渡っていない経典がまだあるはずだというふうに、この中国の層というものに憧れを持って行ってみたいというふうに考える。中国の北県のように、3年の歳月をかけてインドの領受線にこの出かけていったとですね、もうあの孫悟空のこの話っていうのも、この中国に中国からインドに向かって、経典を求めてこの出かけていく、その旅行のこの道のりでそのいろいろなそのアクシデントに見舞われるということを、その面白おかしくその物語にまとめたのがこの孫悟空のこの話なんですね。つまりお坊さんがインドに憧れを持って、それで経典を求めてその出かけていくという、そういうこの人たちっていうものが何人もこのいたわけなんですね。日本、インドに、中国にその仏教をもたらしたところのインドの国っていうものは一体どういう国なんだろうというふうに、この知ってみたいというふうに、まあ、考えるのは人間のこの自然なその思いかもわからないんですけども、実際にそれができる人は少なかったですけども、たくさんの人がこのインドを目指して日本から行くということは大変なことですけれども、中国からこのインドにこの出かけていくということはまだ陸続きであるためにその可能なこのチャレンジだったわけなんですね。それにしても大きなですね、砂漠があるし、その山脈があるし、その本当にその過酷なこの状況の中に
で、それを乗り越えてそのインドにその行かなければならなかったということですね。だから3年もそのかかったということですよね。もう何の装備もない時代ですからね。だからそれだけ休み休みこの体をその心配しながらその行かなきゃいけなかったということなんですね。龍樹のように龍樹菩薩のように龍宮に行かなくてもと、まあ龍宮っていうのは架空のこの存在なんですけども、龍樹菩薩っていう人はですね、これは中国の人たちがそのインドを憧れてそのインドに向かって旅行するということじゃなくて、経文の中にですねこのバラモンの出身で、この大乗を教えられたこの龍樹菩薩がですね、龍宮に、この真実の法というものを説いてくれるこの坊さんがいるということでですね、この一生懸命この龍宮を訪ね歩いたと。そこでその仏教の大乗の経典というものをこの得て、そして日本では奈良仏教になりますけれども、クシャ宗とか成就宗とか立宗とか発想宗とか三論宗とか華厳宗、そして真言宗とか天台宗のですね、そういうその元になるその教えというものをですね、この龍樹菩薩っていう人はこの打ち立てたこの人なんだと。だから龍樹が法を求めて龍宮を訪ね歩いたと同じように、私たちは龍宮に行かなくても大丈夫だということなんですね。無着菩薩のように眉を弥勒菩薩に会わなくてもというのは、これも中国からインドを憧れてっていうんじゃなくて、インドのお坊さんでこの無着菩薩というそのお坊さんがこのいまして、それで、インドの大乗のこの唯識の唯識っていう教えの内容のこの坊さん、すべては心が映し出された、そういうこの世の中にある存在っていうものは、すべて我々の心というものが映し出されたものであるというふうに、この悟りを得た人がこの無着というこの人なんですね。その無着という人が、毎日毎晩、弥勒菩薩に、この大乗のこの教えというものをこの学んで、そして昼間はその学んだこの大乗の教えというものをこの衆生にこの説いて歩いたというこの人なんですね。だから無着菩薩のように眉を弥勒菩薩に会わなくてもいいんだということなんですね。法華経の二所三根の枝につながることがなくてもというのは、お釈迦さんがこの法華経というものを説いたときに、まずこの普通のこの我々がこの生活しているところの普通の地面でその法というものをこの説くわけですよね。で、そして、法灯本という中に、そのいきなりこの地面のこの底から宝の塔がこのせり上がってくるというその場面
というものが起きます。で、その法灯の中に、多宝如来とお釈迦さんが並んで座って、そして今度はこの説法を今まで聞いてきた人のとに加えて自由の菩薩という人たちがこの地の底から法灯と同じようにそのみんなこの湧き出てきます、湧き出てきますね。それでこの法灯の中で南無法蓮華経の説法というものがこのされるわけですよね。でこの法灯はちょっと絵が悪い、絵が下手なんですけども、空中にこのとどまる、空中に止まってこのいるような状態、つまり、地面と離れているということなんですね。だから最初は地面ですね。それからその次が空中に浮いてる状態ですね。だから地面のところで普通の説法も南無法蓮華経の説法があって、その中でこの法華経の中で一番大事なものはこの南無法蓮華経の法なんですよという一番肝心なところを説こうとした時にこの宝の塔というものが現れてぐん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 せり上がって空中にかかるですね。だからその2番目は空ね。でこの法灯での説法というものが終わるとこの法灯はまた元へ戻っていくということになって、また元の地面にその戻るということになりますね。でこれを要するに二所、地面と空だから二所で、説法の場が1,2,3ですから二所三へというふうにこの言うわけですね。でこの最初の地面とこの三番目の地面というのは同じ地面ですけれども、南無法蓮華経が説かれるこの法華経の中で一番肝心は南無法蓮華経ですよということが説かれる前の地面と説かれてからの地面は同じ地面でも違う地面なんですよということをこの法華経の中においてこの説くわけですね。だから二所三根というふうに言うわけです。だから二所三根ということは法華経の一番肝心なこの南無法蓮華経の法というものがこの説かれる前と後ということをこの表現しているということなんですね。だけど大乗にはこの二所三根に合わずとも合わなくても一代の勝列はこれを知れるなるべし、そこにいなくてもインドに行かなくても中国に行かなくても法華経の説法に出会わなくても私たちはこの法華経に書かれてあるところの真実、つまり一切の命に仏の命というものが備わって、誰もが仏になる資格があって、誰もが仏になることができるということをこの説かれている教えというものはいつの時代に戻らなくても、どの場所に移動しなくても、今ここで信仰している今この場でそのことを得ることができるんだと。だから一代の勝列はこれを知れるなるべしとね、どんな人でもどこへ行かなくてもどの時代に戻らなくてもどの時代に進まなくても誰でもこの南無法蓮華経の一切衆生の成仏という真実の法というものに
出会うことができる。それが本当の真実の教えっていうものなんだということなんですね。今ね、大石寺はね、その本山に登山をして、それで階段の本尊を直接拝まなかったら功徳は得られないし成仏はできないんだと。階段の本尊を拝まなかったら大聖人様とのそのつながりっていうものがなくなってしまうんだと。階段の本尊に大聖人の仏法のこの全てがその収まってるんだと言うんですね。それでその創願会をやめなさい、昇進会をやめなさいというふうにこの一生懸命この言って回ってるんですけども、真実の教えっていうのはですね、空気のように水のようにね、ここにしか空気がない、ここにしか水がないというもんじゃないんです。どこにいても空気があって、どこにいても水があるというもんなんですよね。そういうのが真実なんだ。ここ行かなきゃいけないという真実っていうものは、それは真実とはこの言わないんだと。全てのものが太陽の光のように、どんな悪人であっても、どんな立場の人であっても、みんな平等に光の恩恵というものを受けることができる。それが真実というものなんだと。だからこの一切の衆生が成仏できるという真実の法というものは、インド行かなくても、中国行かなくても、竜宮城行かなくても、誰かに会わなきゃいけないとか、そういうことをしなくても、大石寺の階段の温度に会わなきゃいけないとか、そういうように限定されるもんじゃなくて、一切の修行、誰でも寝たきりの移動が不可能な人であっても得られるもの、それが真実の法なんだということを、この大聖人様はこの今読んだところの開目章の中において、この示されているわけなんですね。だから決してそういうような憧れっていうもので、真実っていうものがどこどこ行かなきゃないんじゃないかっていう、そういうような考え方っていうものにたぼらされたらいけないんだということ、そのことをこの大聖人様はこの開目書の中で私たちにこの伝えようというふうにこのしてるわけなんですよね。そういう、なんていうんですかね、過酷な旅行をして、そしてそういうところをその訪ねたこの人の方が尊いかのように、逆に向こうから鑑真が何回も何回もナンパして、何回も何回もその命がけの状況の中で日本に渡ってきた。でその過程がそういう状況だから、その鑑真は尊いんだっていう、そういうその評判もこの得ていたわけですよね。でそうやって遭難何べんも遭難するうちに目が見えなくなってしまったということも、その鑑真のその尊さっていうものに、そのもうみんながこの影響されてこの行ったわけですね。鑑真は何回も失敗しようと思って失敗したわけじゃなくて、自分がこの法をこのインドに誰も伝えるっていうことがないんだったならば、私がその伝えようというふうに考えてこの日本にこのやってきたわけですよね。だから鑑真の思いと、その受け止めた日本の人たちの思いっていうものは、その全然違うということなんですね。だけど日本の人たちは鑑真を見て、インドに行けば、中国に行けばもっとすごい教えがあるんじゃないかというふうに考えたんですけれども、
鑑真自身はそんなことは何も考えてなかったと。で鑑真は日本へ来てもですね、奈良の東大寺に入って、それでその階段を、この階段ご自戒の場所を作って、それで天皇をはじめその人々にこの受戒をこのするわけですね。だけどそれは法華経よりもはるかに低い正常のその受戒でしかなかったと。だけど鑑真は法華経の勉強、法華経の修行をしている人だったんです。だけど鑑真は、あ、この国はいきなり法華経の受戒をできない国だなと、まだ全く仏教のことが分かっていない、仏教の玄関口の正常の教えからこの日本の人々に仏教をこの伝えていかなきゃいけない、いきなり法華経の教えを伝えるということはできないというふうに判断をして、自分の持っている教えのすべてをこの日本の人々に伝えるということをできないで亡くなっているわけなんですね。だから大聖人様はそのことをこの指摘して、どれほど過酷な状況で渡ってきたとしても、その持っている法というものが未だ真実の法でなければ、どんなに過酷な状況を乗り越えてきたとしても、それは信仰の上において尊敬に値しないというふうにこの示されているわけなんですね。だからどこまでも状況ではなくして法を見なきゃいけない。その法が一切衆生成仏の法であるかどうか、一切衆生成仏のその内容を説いている教えであるかどうか、それを私たちはその信仰の対象にして、義理や人情のしがらみで信仰を考えるということをしてはいけないということがこの言えるわけですよね。